いやさん、窓際族って懐かしいですね今窓際族ってのは基本的にはもういないとされてます窓際、うん、族が何で存在したかっていうとやっぱこうね新入社員ってのがたくさん生まれる中でいろんなあ派閥に新入社員ってのは入るわけなんですよ それは別に入るための契約をするわけではなくてたまたまついた先輩が、まあ、どの系列の課長や部長に属しているのかってことになるわけですよね。でそれぞれの課長や部長が出世する際にいろいろと画策協力それは人脈の面でも営業成績の面でもそれからそれぞれのお、まあ、成功事例発表として,てね業務改善 レポートや業務改善実績が、まあ、そのそれぞれの派閥で一番強いとされている人を、こう、引き上げて、まあ、出世すると。部長だったら役員になるとかね、課長だったら部長になるみたいなところで。ただ、出世に漏れたグループってのは、やっぱ冷や飯を食うっていうかね、うん、もうお、なかなか日の目見るのが難しくなるらしいんですよね。まあ、そういう場合、まあ、あの、 解雇することはできないしまだ当時はね。で、解雇をせずに、その窓際族と言われてる社員を、うん、まあ、最低限の待遇で雇っている状態を、まあ、維持することができたんですよね。まあ、当時、その法人税が高かった時代っていうのは、あの会社の利益を出すよりも、もう社員に最大限ボーナスや、 利益を残さない形を取るのがまあ通例だったと聞いてるんですよ。で時代が変わってまあバブルみたいな景気のいい時代が終わってうーんなんか社員をねいわゆるリストラする流れが起きたんですよね。まああ例えばののものすごく勤務が難しい地方に 行ってもらうととか転勤を強要するとか、ね、まあそれから肩たたきってのもありましたよね早期退職をこう促すとか関連会社の、まあ、方に出すとかね、まあ、どれもこれも間接的にやめさせるための工作なわけなんですけどもそうすることによってマグドギア族はまあ一掃することができたのが、まあ、時代の流れでかなと思うんですよ。 うん、窓ね。で、そういうふうに会社だったら窓際族っていうものがはっきりわかるんですけども、まあ独立して自分で事業するとなると、勝手に窓際になるんですよね。うん、窓際は、すなわち、うん、まあ売上ゼロという感じですか。でもなんかね、上司におべっかじゃないけど、派閥から外れていても、 他の派閥に気に入られていれば、まあなんかね、こっち来いよみたいな感じで、その派閥を、トラバイをできることもあったらしいですね。まあ、つまりは、うん、なんか気に入られることって大事なんですよね。気に入られるために自分を売り込んでいく。つまり自分をセールするってことになります。うん。まあ言ってみれば恋愛も自分をどんどん売り込むことによって、 なんか彼女を口説くみたいな感じになると思うんですよね。まあ、自分のいいところを見せていって気に留めていただいてでアタックするみたいなね。つまりはうん。うん。セールスするってことになると思いますけども。やっぱこう売り込んでいかないと自分をアピールしていかないといけない場面ばかりですよね。うん、結局 その何か自分の思い通りにことを運ぼうと思ったら、うん、自分自身を表現していくこと売り込んでいくこと成立することとか商品とかサービスをね、まあ、自分にはこんなことができますよとかね、うん、そういうふうに訴えていくこととあとは自分がねあの出身校はどこですとかね今どこどこに勤務していますこんな仕事をしていますこんな夢がありますとか女性にはこう思ってますみたいなねもうこれ全部成立ですよね。 うんだからそのセールスっていうのは別にお金をくださいっていうことだけではなくてあのこっちを見てくださいっていうことも含まれてると思うんでね、うん、だやっぱこうビジネスっていうかセールスが得意な人っていうのは交渉が得意ってことなんですよねそして相手の気持ちをつかむことが上手ってことになりますからまあ自分の人生を思い通りにデザインしていくこともできていくんだろうなと思いますね。 本当に、ね、こう窓から外を眺めているだけではダメでそのまあ窓をねぶち破って外に出ていって、まあ、美しい景色や快適な日々っていうのを掴んでいかないとそして受け入れてもらわないといけないですよねそういうところに。ということで、ね、窓ですね窓窓うかんむりに「は」と書いて「む」と書いて心ハム心「う」ハム心ですね。うん いってらっ